はい、今日はアイリスオーヤマの高圧洗浄機紹介していきましょう。そしてアイリスオーヤマ最近いいですよね。日本の家電メーカーシャープとかね、三洋とかね、そういった会社潰れた後勤めてたような技術者、研究者、そういう方々を中東で採用して働き場所を与えたということで結構ニュースになってましたね。これはシンプルですね。今回使うこの高圧洗浄機、非常にシンプルですよね。スイッチのオンオフ、引き金のオンオフ、それしかない。でこの程度でね、高い技術力云々っていうあんま関係ないかもわかりませんが、水漏れがしないとか、耐久性がいいかとかね、パイプのね、接合部分、あそこね、パイプの接合部分何箇所かあるんですよ。2箇所だけ。そこの耐久性とかね、そういったことだと思うんですけど、まあ安くて、機能が十分で、それで耐久性があれば売れるということやと思いますね。昔ブイブイ言わしてた時の昭和のメイドインジャパンの工業製品っていうのはそういうことやったと思うんですよね。まあこれぐらいの安い機械でも十分ですよということの一例としてね、映像を見ていただけたらなと思います。使い方によっていろいろできますね。むちゃくちゃ高圧なんかっていうのはね、比較されてるような YouTuber さんのビデオを見てください。確かにね、ケルヒャーの高圧洗浄機にするか、アイリスオーヤマの高圧洗浄機にするかっていうのはね、結構悩んだんですよね。値段か機能かブランド、まあ、決定的にね、バケツのタイプでタンク式なんで洗剤入れても大丈夫というとこですよね。今回は短くパッパッパッとやっていきます。アイリスオーヤマの高圧洗浄機で自社の汚い車をきれいに洗っていきましょう。いいところはタンク式で水道水が近くになくても使えると。もちろんね、ホースがあれば、ホースがあったらあったでね、接続して使うこともできます。外壁ぐるり洗うとかね、ホースを延長しなくていいんですよね。それからマンションに住んでる方、はい、じゃあちょっとセットしてみましょう。こんな感じですね。これが本体、コンプレッサー本体ですね。電気のコンセントが約2メーターの、普通の AC100V の2メーターですね。こうですね。で、こことここを合わせて、カチャッとはめるだけ。こういう形状ですね。これフィルターになってるんですよね。フィルターをカチッとはめるだけ、簡単ですね。これでロックするだけ、カチッとはめるだけ、簡単。たったこれだけですね。はい、延長ケーブルで、これでケーブルを伸ばすと。最大のポイントはね、この上のバケツに水を汲んでくればいいということで、今日は洗剤を使って高圧洗浄ができるという気洗い洗剤ですね。家庭の台所洗剤みたいなやつ、あれをね、中性洗剤なんで混ぜて、水に混ぜちゃいます。食器洗いのやつ、これちょーっと入れるだけ。泡切れがいいと書いてますが、まあどの程度か、車の洗車に使えるのかどうかちょっとわかりませんが、はい、水を汲んでいきましょう。違いないようにね、こうですね。ここでカポッとはまりますね。はーい、別にしなくても使えますね。一応しときましょうか。授業サイドですね。はい、このような状況ですね。だいたいね、水はね、15リッターぐらい入るんじゃないかなと思います。女性の方でもね、普通に運べるぐらいの重さですね。これに高圧ホースですね、これをつなげていきます。この接続はどうかな。こうですね、単に回すだけですね。あ、ま、入っていってますね。単に回していくだけですね。 OK。このピストル部分も簡単そうですね。パッキンのついてるやつをはめて、押し込んで回すだけ。込んで回していくとぐんぐん入りますね。簡単でしたね。はい、これで OK でしょう。これで電源オン。よっしゃ、やってみましょう。
ちょっとこれはさっきのはすすぎようみたいですね。これね、扇状に出ちゃうっていうのは、まああんまり高圧じゃないですね。ホースをキュッとね押さえてやるような感じですよね。やっぱりこっちかな、ピストルタイプ。これはかなりいいですね。水が終わっちゃいましたね。だいたい片面と、それから荷台を洗ったら水が一回終わったんで、水汲んでいきましょう。はい、それで、そうですね、片側が綺麗になりましたねと。それから今度反対側洗いに行きます。やっぱり持ち運びのためにはこれをロックしておくと、ここのハンドル部分で水が入ったまま運べると、そういうことですね。やっぱ泡立ちが全然いいですね。これはいいですね。高圧でね、高圧すぎるっていうのが逆にね、高級車とかだと塗装にダメージ与えるんじゃないかとかね、心配だし、これぐらいの方がいいかもわからないですね。で、うちの会社の軽トラックなんで、やっぱり汚い、ここちょっと洗ってみましょうか。この、毛みたいなやつ。見えますかね？苔みたいなやつ。これやってみましょう。いきますね。見えますかね？綺麗に落ちましたね。はい、はい、軽トラックなんでね、塗装とかそういうのより泥汚れを取っていくと、仕事で使ってるやつなんでね。あとは例えばコーティングしてあるような高級車、ガラスコーティングしてあるような高級車を雨の日にね、走った後ざっと水洗いするとか、そういった用途では十分な働きをすると思いますよ。はい、これを今度は今からすすいでいきます。すすぐ時はね、線状に扇状にね、水をぶっかけていこうと思います。こう切り替えるだけですね。これを切り替えるだけ。はい、これね、クリアな水を使ってね、やっていきます。すすぎは1回の水の補給で終わりそうですね。
はい、結構綺麗になりましたね。これで乗用車の洗車とかだったらカーシャンプーね、ワックス入りカーシャンプー水洗いだけみたいなやつ、拭き上げ不要みたいなやつが売ってると思うんですよね。でそれ使えばピカピカにできるんじゃないかと思いますね。洗車時間は10分とかですね。水道がないとこでも使えるっていうのと、そこにね、あのバケツの中に洗剤を入れて洗剤の水溶液で洗っちゃうということが可能になるというのはね、非常にあのアドバンテージになるんじゃないかなと思いますね。あとは使い方次第でいろんな使い方、ベランダの清掃とか外壁とか、それから土間、コンクリート、それから墓石、墓石のクリーニングなんかでね、あるいは網戸、そういったところの掃除なんかも便利に使えるかもわかりませんね。人工芝をこの前貼るときに地面のクリーニングをやりましたけどね、あれもうまくいきましたね。まあ、目立たないところで塗装の剥げがないかどうかっていうのだけは水圧ね、チェックしてやられた方がいいと思いますね。綺麗に仕上がりましたね。